それでは、時間になりましたので、そろそろ開始をしたいと思います。今日はアカデミックセミナーの第8回ということで、誰も知らないアカデミックリンクの使い方というタイトルで、サブタイトルはなかなかすごい、今日ツイッターでも評判になったんですが、できるかできないはともかくとして、私たちがアカデミックでやりたいことを言ってみるというですね、各個投票割ということです。ということになっておりまして、今日はその私の授業で今年大学図書館のとそれから情報サービス演習をとそれから大学の授業とか大変恵まれた方々に対してですね、アカデミックリンクの使い方を提案してみようじゃないかというイベントをやります。で、まあ、アカデミックリンクという場所についてはまあ多分あれだなっていうのを皆さんよくお分かりになってらっしゃると思いますけれども、なんか実は見たことない人もいるかもしれない。で、実はその私の学生さんに今回提案してもらうグループは全部で9グループあって、でそれがまあ投票用紙1から9までだってスタンダードになってるんですけども、その人たちには一応こんなところって見てもらって、じゃあそこをどう使えると楽しいんだろうか、何ができるだろうかというのを皆さんに考えていただいたということになります。それでやり方なんですけれども、この投票用紙というのは皆さんのところにある、お手元にあるはずです。しなければ手を挙げてください。で、これ1から9までずらっと番号がついていて、で発表内容メモ50行お使いくださいとなります。で 各グループがどういうタイトルでどう発表するかというのは、まだ全く出ておりませんので、これは皆さんがそのメモを取りながら、あ、これ面白いとか、これつまらんとか、いろいろ書いていっていただきながら、最終的にですね、どれが一番良かったかということを選ぶための素材を書いてくるネタの用紙ですね。していただけると思います。それでいいと思うアイディアという欄が一番右にありますので、そこに丸をつけていただいて、でそれを、前発表終わった段階で集めて慌てて集計をして、で一等賞はどこかというのを決めたいと思います。で一等になったところがですねはそのまますぐに実現できるかどうか分かりませんが、4月以降可能な限りそのコンセプトを実現するということをやっていくというふうに考えています。それでいいですね。で、各発表グループの人にお願いですけれども、発表は5分間です。一応1分間程度の質疑ですので、9グループありますから、6、50、4だから約1時間ぐらいかなというふうに思っています。まあ、その後集計に若干時間かかると思いますので、その後はなんかちょっとお話をしていきたいと思います。それで、ですね、誰も知らないアカデミックリンクの使い方なんですが、なんか見たことない方にはですね、ちょっと事前のその説明というのをしておきたいと思います。というのも、見てる人は、例えば、中のステージの名前を知っていて、そこがそのプレゼンの中に出てくるという可能性が極めて高いんですね。なので、ちょっと最初にですね、中身の説明をしておきたいと思いますけれども、これはCG で作られている。この手前のこの建物が、皆さんに今見えているガラスの建物の箱です。で、ガラスの箱に何があるかっていうと、ここにはですね、グループワークができる空間であるとか、それから教育用端末が置かれている空間であるとか、それから、靴リーといわれる大きな本棚があるところとか、という、それからプレゼンテーションスペースといわれる、プレゼンができる開放空間がします。それから奥のこの愛党というのは、今愛党というふうに言われてますけれども、これは、研究開発をしたりする部屋とか、それから、普通の教室とかというのがあります。まあ、普通の教室といってもちょっと普通とは変わっていて、非常に大きなホワイトボードがあったりする教室です。でそれからまあ奥に、図書館の資料があるところがあって、そしてこの奥に、今の図書館の新館と言われているのがあります。これが L 棟と言われていて、これが K 棟と言われていて、これが I 棟と言われていて、これが N 棟です。で、これでリンク、LINK のリンクが完成をするという形になっています。まあ、覚え方はいろいろあるようですが、皆さんそれぞれ工夫してください。で、中どうなっているかなんですけれども、これが、一応皆さんもよく見ていると思いますが、N 棟 の外観図ですね。で、ちょっとまあ、ここ見づらいですけども、縦にドーンと奥に向きますが、すごい大きな書棚が
で、これがどういうふうに、見えてくるかというと、まあ、こんなふうに見えているわけであって、で、手前は、まあ、学習スペースなんですけれども、これ、高さ3メーター、幅9メーターの、こういう大きな本棚が、まあ、この柱を囲むように、各フロアに4面あるという構造になっています。でもこれちょっと大きくした図で、なんで書棚が歪んでるんだろうと思ったんですけど、これ単にスクリーンが回ってるだけですよね。一瞬なんかもう歪んじゃったのかと思いましたけど。で、これは明るいところで見たところですが、まあ、本棚は普通に本を置けるようになっているのと同時に、本を前に向けて平置きが、平積みというか平置きができるようになっている。ここに非常に大きな、非常に長い机が、で、ここは、この机は全長60メーター以上あると思うんですけれども、1人当たり 1.5 メーターの幅があるという机ですね。で、これは、1階から2階に上がる空間階段のところで、で、ここはちょうどギャラリー風の空間になっていて、非常に大きな吹き抜けになっています。で、ここちょっと見えるんですけど、天井実はここガラス張りで、ちゃんと明るい光が入るんですが、雨が降るとすげえ音がします。これが2階の上がったところの空間で、ここはまあ学習スペースで、皆さんに机とか椅子があって、当然ですね、これで畳に立って、ここでなったらなお楽しいかもしれませんが、そうなっていて、まあ、ここに学習支援の人たちがいるという空間になっています。で、これがさっきちょっとお話をした、1階の、プレゼンテーションスペースで、これはちょっとガラスと見えますけれども、外とすぐ面しているところで、で、このガラスは実は開けることになる。で、まあ、ここはだいたい60名から70名、詰めると多分75ぐらい入っちゃうかなという気がしますけれども、天井にプロジェクターがついていて、これベンチのようにみんなが、座ることができる、ところで、で、手前の方がステージ、一番奥でちょっと下がってるんですけれども、そこがステージで、まあ、そこがいろいろ使い道があるだろうと。で、ちょっと横から見るとこういうふうになります。で、ここに真っ白い壁がありますけれども、この白い壁は、プロジェクターを投影するための壁を兼ねていて、ここにはプロジェクターが2台使うことになっています。というような雰囲気のところなんですね。で、これを、どういうふうに使うかという話を、工夫を凝らしたものをですね、皆さんに、発表していただくと思います。ということになっています。で、さっきも申し上げましたけれども、全部で今回は9グループ。ですね、で一応、まあ、どんなグループかというのはあまり詳しくは紹介しないことにしますけれども、順次発表していっていただきたいというふうに思います。それでは、1番のグループの人、スタンバイしてください。どうぞ、前に来て。あ、それから言うの忘れてましたけれども、このセッションずっと録画をしております。で、これについては、いずれユーストリームにて、全国に放送されますので、はい、私は文学部日本文化学科3年の川内智美です。で、今回は月曜日次元に行われている竹内先生の情報サービス論の本の情報サービス演習、すいません、早速すいません、情報サービス演習だそうですの、中で組んだチームで、チームカッパラさんになってるんですけど、これは以前につけたものなのであんまり、はい、で、まあ、そのチームの6人で意見を出し合って考えたものを今発表します。で、今も先生が出してしまったんですけど、私たちの班はコンセプトとして気軽に売れるコンビニ図書館というものを考えました。で、なぜこのコンセプトにしたかというと、まあ、私たちは、今までの図書館は、その図書館というのは資料が置いてある場所だから、その資料に用がなければ、まあ、あまり行かない、もしくはテスト前に勉強しなければあまり立ち寄らないのではないかと思っ
でせっかくああいう、ガラス張りの素敵な建物ができたので土寄りやすい、でさらにそこに情報が集まっていて便利である、で、まあ、どうせそのアカデミックリンクセンターという新しい試みがされているのだったら何か楽しそうなことをやっている空間にすればいいのではないのかなと思って、先ほどのコンビニ図書館というコンセプトで、考えていきました。で、その中で私たちはあの建物をフルに活用して一つのテーマに沿って何かイベントを企画するということで、あの建物を活用しようということを考えました。で、アカデミックリンクセンターを新たな情報と出会える空間にしようと思います。で、なぜここで一つのテーマに沿ってイベントを企画しようと思ったのかというと、例えばテーマ設定がされていたら、そのテーマがもし自分に今まで興味がなかったとしても自然にその情報と出会えると思うので、そういう意味で新たな情報と出会えるという一つのきっかけになるのではないかと思ってテーマを設定することにしました。で、一応ここから先は企画例なんですが、例えば先ほどでは先日あったバレンタインについて、例えば、建物で何か一つ通して企画をするとしたらということで、まあ、あなたはバレンタインの真実を知っていますかという、ちょっと、はい、ちょっと変なタイプ、はい、進めます。で、例えば1階だったらバレンタインについて知ろうということで、プレゼントステーションスペースで、例えば、チョコレートにまつわる、これはドキュメンタリーなんですけど、チョコレート製造に、どういう裏側があるかっていう、裏側の話をするのはバレンタインにふさわしいのかどうかってちょっとわからないんですが、まあ、例えばそういうバレンタインというテーマに合った映像の上映をしたり、で、ブックスリーでバレンタインやチョコの歴史についての本を提示する。で、リフレッシュエリアで例えば、まあ、バレンタインだったら何か、まあ、ラブソングとかを演奏してもらったり、まあ、劇団に何かそういう講演をしてもらったりという場所で、学生が何か発信できるような場所にすれば面白いのではないかなと思いました。で、次2階ではバレンタインについて話そうということで、まあ、コミュニケーションエリアで、例えばチョコレートどこから来たのっていうふうにしたんですが、まあ、例えばそういうチョコレートって結構歴史の古い食べ物なので、まあ、そういう歴史について軽く講演をしてもらったりして、その後それを踏まえて、その例えばなんで日本でバレンタインが流行したのかとか、日本にチョコが入ってきてこんなに親しまれてるのはなぜかっていうのをディスカッションっていうとちょっと大げさに聞こえるかもしれないんですが、まあそんな事前に申請して、まあ、このディスカッションに行きたいから行きますっていう感じにするんではなくて、そこでやってるから自然にその話に入れるっていうような空間にすればいいと思います。で、まあ、例えばプレゼンテーションっていうのはそのディスカッションを踏まえて何かまた学生でそのことに関する発表をその場でできれば、まあ、情報の共有とか発信とかっていうことができるんじゃないかなと思います。で、3階はそのテーマに沿った企画について共有しようということで、教育用端末に例えば、何かページを設けてそこでイベントや展示物ディスカッションなどの感想を、まあ、もし実名が難しかったら匿名からでも、蓄積してみんなが閲覧できるようにすることによって情報の共有や感想が共有できるんではないかと思います。で、例えばグループワークエリアに、あとグループワークエリアには何かメッセージカード、ちっちゃい、皆さんもスーパーとかで見かけたことがあるかもしれないけど、七夕の短冊が自由に書けるコーナーとかがあると思うんですけど、そういうものを作ってちょっとなんかここはちょっと半分遊びじゃないですけど、まあ、何かそのバレンタインについてみんなが思ってることとかチョコ欲しいとかそういうことが気軽に書き込めれば、まあ、少し、まあ、今までにはないというか面白いのではないかなと思います。で、さっきも言ったんですけど、例えば七夕の時期だったらその短冊みたいなものをそこに設置してみたいということです。で、長くないです。工夫としては見た目も楽しくということで、まあ、ガラス張りの特性を生かして何かデコレーションのようなものをして、外から何をしているのか分かる、今こういう企画に沿って、ここでイベントをやってるんだということが分かる。で、例えばあとは学生主体の企画運営ということで、何か学生でその企画を運営するような団体を立ち上げて、その人たちが企画運営をすると学生が楽しめて学生のためになる企画ができるんではないかなと思います。で、そこではまあ図書館員の人との協力っていうことがもちろん必要になると思います。で、あとは飲食スペースを設けるっていうのは、まあ、やっぱりそのイベントに関連して
まあ、どうせ協力するんだったらその来線とか生協を巻き込んで、まあ、バレンタインだったらなんかチョコの販売コーナーを作るとかそういうことができればもっとこう広がるのかなと思いました。で、まあ、イベントを開催することによってその外から見何をしてるか分かれば分かりやすいし、分かりやすければ立ち寄りやすくなるし、で少しその情報発信とかそういうことを抜きにして魅力的で楽しい企画を実現できれば気軽に寄れる空間になるのかなと思います。で以上で発表を終わりにします。はい、ありがとうございました。まあ、ちょっと長くなっちゃったんですが、最初に一番緊張するところだったので若干多めに見てあげるという感じですけど、何か質問ある人？はい、とても前発表だったので、あと後ろハードルが高くなりましたね。はい、それでは次のグループいきましょう。第2グループですが、発表者は、文学部の今井さんですね。では続けて私たちのグループの発表を始めさせていただきます。私は今井紗英ですが、私を含め7人のメンバーで総合大学としての魅力を伝える場というコンセプトを立てました。そのためにアカデミックリンクセンターで何をするか、その目的を2本の柱を立てて考えてみました。まず1本目の柱なんですが、学部の壁を壊すということです。と皆さんもご存知のように千葉大学には9つの学部があって、さらにその中で多くの学科に分かれています。しかし現状としてはこのように多くの学生が自分の学部や学科のことしか知らない、他の専門の人が何をしているのか何を勉強しているのか分からないという、言ってみれば学部同士壁がある状況と言えます。そこでアカデミックリンクセンターをこの学部ごとの壁を壊し、それぞれの学習の見える化を図る場として使いたいと考えました。具体的な方法としては、例えば1階のプレゼンテーションスペースとして大きなスクリーンがあるんですけど、そこを使って授業やゼミや例えば実験などの様子を上映します。また8箇所ブックツリーがあるんですけど、そこを学部学科でローテーションするなどして、それぞれ卒業論文や発表というか作品などの展示を行います。このように他学部の人に向けて自分たちの日々の学習を紹介することで、自分の学部学科以外のことを知ることができます。また専門分野以外にも様々な他分野に触れるチャンスが多くなります。この結果、学部学科ごとに刺激を与え合う大学全体としてまとまりの持った形になることが可能だと考えました。以上、アカデミックリンクセンターの大学の内側での役割を考えましたが、2本目の柱はここに挙げてあるように外部への発信ということです。皆さんが学部の外で聞く千葉大学のイメージにはどんなものがあるでしょうか。これは例えばなんですが、私は今就職活動の真っ最中でいろいろ外部の方に話を聞く機会があります。そこで耳にするのは、千葉大学の学生はなんか素朴だねとか、ちょっと地味だねとか、控えめとか、あんまり目立たないということを聞きます。同じような意見を耳にされている方もいるんじゃないかと思います。そこでアカデミックリンクセンターを使って千葉大学のイメージを伝えたいと考えました。具体的には、高校生や一般の方が見学しやすい環境や制度を作ったり、大学祭やオープンキャンパスでもこの建物を開放して講演などを行ったりします。その結果、外部の方が実際に千葉大学で学んでいる学生の姿を見ることができます。また、この2つ目は主に高校生に向けてなんですが、もし自分が千葉大学に入ったらどんな勉強ができるんだろうと想像することができるようになります。こうすることで、大学内で一で述べたようにまとまるだけでなく、その姿を外部へ発信することができて、できると考えました。ここでスライドがないんですが、一つだけ補足をしたいんですけども、
私たちのグループで考えたのは、学校の雰囲気をまるまる変えたいということではありません。先ほど述べたように、素朴とかあまり目立ちたがらないということも、それはそれで千葉大学の雰囲気だと思っています。その雰囲気が好きで入られた方もいらっしゃると思います。ただ一見地味かもしれないけれども、ちょっと蓋を開ければいろんな たくさんの色があるということをもっと外に発信してもいいと考えて、この2番で述べたように外部への発信ということを考えました。最後にまとめとして、以上2本立てでご紹介してきたことのまとめをお伝えします。千葉大学にはいろいろな学部や学生がいて、いろいろな研究を皆さんそれぞれ行っています。そのたくさんの面があるという総合大学の魅力をアカデミックリンクセンターを通して内からも外からも見えるようにしたいと考えました。私たちの発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。素晴らしい。4分50秒。はい、質問ある人。はい、どうぞ。こんにちは、ありがとうございました。2本目の柱として外部への発信という話だったんですけども、その中で高校生の話が出てきたんですけど、千葉大学はもうすでに校内連携ということで、高校生に授業参加させたりとか、高校向けの、理科のコンクールの指導とかしたりしてるんですけども、そういうこととどうやって差別化を図っていくのかとか、あと、協力するのであればどういう形で連携していくのか、なんか考えていらっしゃいますか。2つ目は 何のコンクールとおっしゃいましたか。理科について、物理コンクールとか、はい、オリンピックとかそういう話ですか。それについては、そうですね、私が文学部っていうこともあるんですけど、あまり文系の方では見られない試みだと思っています。またやっぱり参加できる人数も限られてくると思うので、もっと気軽に、先ほどの発表ではないんですけど、気軽にそのアカデミックリンクセンターに入って好きな学部やいろんな学部を見るっていうことを目的として考えました。はい、まだ他あるかもしれませんけど、一応時間などありましょう。どうもありがとうございました。それではその次、第3グループです。発表者は、文学部の飯島さん。それでは私たちの班の発表を始めさせていただきます。発表者の文学部史学科の飯島と申します。よろしくお願いいたします。さて、新しくアカデミックリンクセンターができましたが、どんな運営がされるのか皆さん大変楽しみであると思います。私たちはコンセプトとしまして、はじめまして、私、新しい自分と出会う場所としてアカデミックリンクを考えました。学生たちがアカデミックリンクを起点として学び、交流し、触発され、楽しむ。アカデミックリンクはそのような場所にしたい、そうあるべきだと考え、またその潜在能力をアカデミックリンクは持っていると私たちは思いました。今までの図書館とは違う形でアカデミックリンクは使うことができるのです。しかしここで疑問があります。私たちのように図書司書資格の課程を取っていて、大学の、図書館の授業を取っていない生徒たちにとって、あのアカデミックリンクの建物を見ても、本を置く場所が増えただとか、本を保管する場所なのにあんな透明な建物でいいのかっていう疑問を持っていて、今までの図書館とは全く違うものだという認識がされていないと思いました。このままでは学生たちにアカデミックリンクの真の魅力を理解してもらえないと思います。そのような魅力や可能性を体験し、実感してもらうためには導入するイベントが必要だと感じました。そこで私たちはトレジャーハンティングイベントを提案いたします。参加者たちはアカデミックリンク内に隠されたキーワードを集めながらお宝を探します。
見事宝を見つけられた学生には賞品が渡されます。目的は2つです。まず最初に機能と使い方を肌で感じてもらうという点。もう一つは図書館の既存のイメージを脱却から脱却するという点です。先ほど先生がスライドで教えてくれたと思うんですけども、1階部分では本から、2階部分では人から直接、3階部分ではパソコンの検索機能から、検索や情報を引き出す過程でアカデミックリンクの本当の機能と使い方を自然と学んでいけると私たちは思っています。何より楽しくて新しいイベントを行えばアカデミックリンクの可能性を訴えるだけでなく図書館というイメージから脱却した新しい施設であるという印象を植え付けることができると思います。またチーム制にすれば学生との新しい交流の場ができます。商品は何も物ではなくとも構わないと私個人は思っていて、竹内先生が見学の時にお勧めしてくれたんですが、4階からとても綺麗な夕日が見えるそうです。その夕日を見ながら、パーティーに参加する券を与えるっていうものもまた楽しいのではないかと思っています。学ぶ、交流する、触発される、楽しむ。私たちの班がちょっと考えただけでこのぐらい、アイデアが出てどのように使えばいいのかアイデアが出てきました。私たちのおすすめとしては学内外の授業を生中継すること、ノートのいらない、聞くだけでできる教授のドヤ顔授業などが楽しいのではないかと思っています。アカデミックリンクは無限の可能性を秘めている新しい施設であります。学生との化学反応を起こしながら相互に高め合っていけるようなものであると私たちは思いました。学生の自主的な参加や利用の意思、アイディアをもとに運営をしていくためにはトレジャーハンティングのような導入イベントを行い、既存のイメージを打ち壊し、学生側に潜在的にアカデミックリンクの可能性を感じてもらう必要があります。そして以上のことを行うためにはきれいで新しいあの建物がオープンする今がチャンスであると思います。化学反応の中で私たちは新しい自分に出会えるでしょう。千葉大の学生がせっかくできた新しい施設を有効活用するためにもどうぞ導入イベントを実施してください。私たちの発表はこれで以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質問ありますでしょうか。いいないですか。はい、すみません。はい、付属図書館の森と申します。ちょっと意地悪かもしれませんけど、既存のイメージという言葉が何回か出てきました。特に打ち壊さないといけないと考えていらっしゃるネガティブなイメージを挙げてください。はい。図書館はとても私は封鎖的なイメージであると思います。ネガティブですよね。言ってしまうと暗いというか、中にこもって勉強をしないといけない、自分たちから発信をするっていうのはなかなか難しいと思います。で、こんなことはしていいんだって思うようなイメージが図書館ってあまりないと思うんですよね。なんかこれはしちゃいけないっていうイメージの方が強いと思うので、新しく私たちが何かできるんだっていうイメージをそのアカデミックリンクの方では作っていった方がいいのかなと思いました。大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。写真のグループです。はい、次の第4グループです。発表者は、文学部の出川さんです。
私は文学部史学科3年の出川入です。ちょっと人前で話すのがすごく苦手なんですけれど、よろしくお願いします。で、私たちの、情報サービス演習で行っているグループで考えたのは、千葉大ミュージアム、千葉大学を解剖するというアイディアです。千葉大ミュージアムとは、図書館を千葉大学のショーケースとして情報発信・共有の拠点とするということです。千葉大ミュージアムとは、千葉大学はの総合大学であるという利点を生かして、専門分野にこだわらない知の共有、また学部学科の垣根を越えた交流を目指して、あとは学生たちに自分の専門分野の研究だけでなく、千葉大学でもあまり知らなかった部分というのに触れてもらおうという狙いがあります。で、千葉大ミュージアムはこの学部学科間の交流オープンファキュリティと留学生との交流言葉カフェという2本立てでやっていきたいと思っています。はい。で、オープンファキュリティの内容としては、教授の方々に、研究の発表会をしてもらうといったことや、あとはそれに合わせて入門書の紹介ですとかをしてもらいたいと思います。この研究発表会というのは、ぜひ、プレゼンテーションスペースで学生が自由に立ち寄って聞いていくことができるような場所で行っていきたいと思う、もらいます。で、ギャラリースペースでは、デザイン学科ですとか、あとは教育学部の美術を専攻している学生の方の作品を展示していただけたらいいなと思います。あとは研究の内容を体験できるようなワークショップなども考えています。このメリットとしましては、授業にという枠に縛られない自由な参加ができるということです。普遍教育でも、多学部の授業を受けられるんですけれども、授業ですとなんかちょっと抵抗があるみたいな人でも自由に参加できるのではないかと思います。また、図書館はたくさんの学部の人が利用するところですので、そこでは目につきやすいかなと思います。また研究成果を発信する場にもなりますので、学生たちのその研究に対する意欲を高められる効果もあるのではないかと思います。で、次に言葉カフェについてです。ここで、言葉カフェでは、日本人学生と留学生のこう気楽な交流の場として、使っていけたらいいなと思います。主に2階の、コミュニケーションエリアですかね。そこで行うことを考えています。具体的な内容としては、この3つを考えているんですけれども、その学生の要望によって、さらに内容を発展させていければいいなと思います。例えば、こんな感じで月曜日から金曜日までそれぞれの言語にしてですね、内容としては、この映画上映会ですとか、座談会といったことを考えています。で、例えば、スペイン語カフェで、スペイン映画を上映します。その後に、スペイン語で感想を語り合うといったイベントをしたり、例えば、スペイン語を学んでいなくて、ただ興味があって映画を見た人でも、その後に留学生の方から、こんな会話ができるよっていった会話の入門編を教えてもらうといったことも考えています。また日本語カフェですわね。では、留学生と日本人学生の座談会を設けて、例えばテーマは日本のアニメとかに、こう、なんというか、フランクの感じのテーマを設ければ面白いんではないかなと思います。で、このメリットとしては、一方的に留学生の国の文化を伝えるというわけではなくて、こうお互いに教え合ったり学び合ったりできるという環境が作れると思います。またそうすることでより気軽に近い距離で交流ができるのではないかと思います。またさまざまな文化に触れるきっかけ作りにもなります。で、千葉大ミュージアムという考え方が、採用されると、図書館は千葉大学の地を集めて発信する場所になります。また学生に幅広い分野への興味関心を促す場所となって、さらに学生間のコミュニケーションの中心ともなります。
私たちの発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、質問があればお願いします。意地悪い質問でした。なんで千葉大図書館じゃダメでミュージアムになったんですか。そう、はい、いいですか。ミュージアムっていうのはこう図書館を博物館のようにこう大学内で行われているいろんな研究をこう見せる場にしたいと考えたので、図書館ではなくてこのミュージアムという言葉を使いました。はい、はい、分かりました。はい、どうもありがとうございました。ちょっと待ってください。なぜか急にスクリーンが目に遭ってしまったので何が起こったんでしょうね。それでは第5グループに行きたいと思います。第5グループの方、小松さんです。お願いします。こんにちは。大学院の人文社会科学研究科の小松と申します。私たちは、大学院の図書館情報学の受講者になります。その受講者班なんですが、今回アカデミックリンクの企画の提案を発表に参加させていただくことになりました。ということで発表を始めさせていただきたいと思います。まずイントロダクションの代わりとしまして、私たちの話し合いの中で、まあこれは本題ではないんですけど、こんなのも話し合いの中で出ましたということをご案内させていただきたいと思います。図書館でアカリンという名のウサギを飼ってみようという案が私たちの話し合いの中では出ました。で、なんで図書館でウサギを飼うんだって思われる方いるかと思うんですけど、場所が余ってるそうなんですね。新館と旧館の間に場所が余っているそうなんで、そこにウサギを遊ばせる菜園を作る。で、なおかつそこでウサギを飼う。大変静かで可愛いので、そうすると他の図書館には他の大学図書館では聞いたことないような癒し空間が生まれて、これはインパクトとしては最高なんじゃないかっていうのが大学院の悪ノリで出たんですけど、まあさすがにこの案はちょっとボツになりました。ちょっとさすがにふざけすぎてるということでボツになってしまいました。まあ、ですが私たちの企画のコンセプトは、まあ今のウサギの案はちょっとやりすぎた感があるんですけど、アカデミックリンクというものを単なる改築した図書館というものではないというふうに考えたいと思います。私たちとしまして企画のコンセプトは、アカデミックリンクとは可能性が無限にある場所だ、これを企画のコンセプトにしています。で、これを詳しく言いますと、アカデミックリンクとは自主学習力養成の場である。で、なおかつ様々な点において充実している場所である。で、これを考えますと学生の自主性次第でいくらでも可能性を持つ場になるんじゃないかなというのが私たちのコンセプトです。というわけで、やっと本題に入るんですが、こんな企画はいかがでしょうか。で、本題なんですけど、図書館でアルバムを作ってみようというのが私たちの企画になります。で、どんなアルバムが作れるのということで、まあ、例えば、学科や研究室の卒業アルバムを作ってみてもいいですし、動画のアルバム、謝恩会や、あとオイコンなんかで流すような動画のアルバムでもいいですね。で、ちょっと発展させてみれば、サークルの機関誌、あと自分だけのオリジナルの作品集をまとめたりすることもできるんじゃないか。これらを作る、場所、環境などがアカデミックリンクにはあるかと思います。で、それを具体的に言いますと、まずコンテンツ機材としまして、製本機が新しく導入されるという噂を聞いたので、製本機やパソコン、コピー機などコンテンツ機材は充実していると思います。で、なおかつ、動画の制作室や2人用のパソコン、あとグループワークのできる部屋などもあるので、制作場所も提供できます。で、これらを含めまして、製本や動画作成のセミナーを開いてみて、機材、場所、セミナーという形でアカデミックリンクがアルバムを作ることを手助けするという形でいきたいと思います。で、物理的にアルバムを学生さんは手に入れるだけではなく、
製本や動画作成といった活用方法を学習できるかと思います。で、またアルバムというと普段図書館を使わない人たちにとっても真面目という垣根を越えて案外身近なんだなという印象を持ってもらえるのかなと思います。で、また図書館ってそんなこともできるんだと思ってもらうこと、アルバムと図書館なんてあんま結びつかないかと思うんですが、こんなこともできるんだったらじゃああんなこともできるんじゃないかなと学生さんにアカデミックリンクの可能性をさらに考えてもらうことというきっかけになればいいなとこの企画に対して思っています。そのようにアカデミックリンクの可能性をさらに発展して考えるようになることが魅力があるアカデミックリンク作りの第一歩になるんじゃないかなというのが私たちの考えです。以上の点から私たちはアルバム作りという企画をご提案させていただきました。発表は以上になります。ご清聴ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。アカリンでもアルバムでもどちらでもいいですが、質問がある方猫はダメなんですか？猫だとちょっと動き回っちゃいますね。いや、図書館猫デューイっていう非常に有名な図書館の人は知っているはずの本があるんですけど、はい、アカデミックリンクウサギアカリン、はい、考えてみたいと思います。ありがとうございます。あ、別に私これ考えるだけなんで実行するって言ってますね。じゃあ受けしてしまいました。はい、それでは第6グループです。第6グループ結局発表ならないんです。はい、はい、じゃあお願いします。はい、それではお願いします。文学部史学科2年の土方と角原といいます。大学図書館論を受講しています。私たちのプレゼンテーマはここにもあるようにアカデミック合コンです。合コンといってもここでは人との交流という意味で捉えてください。再開します。私たちの、私たちはアカデミックリンクセンター全体を人との交流というコンセプトのもとに活用する方法を考えました。で、1階から4階にかけて図のように現在から未来というテーマを設定して各階でさまざまなことを行います。で、1階のコンセプトは先生との交流です。1階ではプレゼンテーションスペースを利用して先生にミニ講義を行ってもらいます。例えば、白熱教室のように先生と生徒間の白熱した議論などを行える授業を行ってもらえればいいと思っています。で、ブックツリーには一般向けの授業資料や先生おすすめの資料などを置いてもらいます。で、次、2階のコンセプトは生徒間の交流です。学館同士の交流を深めるために自由に動かせる机などを利用して席替えをしてみたり、あとは飲食を共にしたりして合コン風に気軽に楽しく交流をします。で、ブックツリーにはブックツリーや机には各学科おすすめの本を置いたり、あとはその飲み物を置いたりスペースにします。必
要に応じてその本を使いながら交流できたらいいかと思っています。で、1階と2階は現在の生活を充実させるための場となります。次に3階でのコンセプトとしては、先輩との交流というのを挙げて、進路など、将来を考える場にしたいと思っています。進路といっても、皆さんがそれぞれそうであるように、公務員であったり、教裁であったり、もちろん一般の就職であったり、院であったり、留学というように様々なものがあります。そこで、同じ学部の先輩はもちろん、他学科や他学部の先輩にも話を聞いて、様々な道を発見してみようということを考えました。またブックツリーや机には先輩方おすすめの、進路や資格の、に役立つ本を、置いておこうと思っています。で、4階はここが最も自由度の高いスペースと考えているのですが、趣味の部屋と称し、学部も学科も関係ない交流を考えています。グループ学習室を利用して、その4階のガラス張りのスペースですね、趣味が共通する人同士語り合ったり活動したり、自由に共通の趣味を楽しめる場を作りたいと考えています。で、ブックツリーや机には、自由に趣味に関するものを置いたりして楽しんでほしいなと思っています。で、3、4階を含めて合わせて、将来にわたる生活を充実させるというような、場として利用していただきたいなと思っています。まとめとしては、このような形でアカデミックリンクセンター全体を、使用して人との交流というのを活性化することを目指します。最後にちなみになんですが、実際の合コンのように恋人を作っても構いませんので、それだけ付録しておりしておきます。以上です。はい、どうもありがとうございました。それでは、質問お願いします。では、質問ありませんでしたけど、最後どうもありがとうございました。はい、それでは、第7つ目の発表ですね、をお願いしたいと思います。発表した中村さん。では次に、第7班の発表として、文学部日本文化学科3年の、塚原由美と申します。本来は中村さんという方が発表する予定だったんですが、急遽就活のために来れないということで私が、代わりに発表させていただきます。私たちの、コンセプトとしてはアカデミックリンク2つの交流という題をつけさせていただきました。はい、こちら、アカデミックリンク2つの交流。この2つの交流というのは、千葉大学の学生同士、学部、学科、サークルなど、学生同士での交流、これを内部交流として、もう一つを、千葉大学生と国内の他大学生、また、海外の大学生を含めた交流を外部との交流として2つの交流としています。はい、で次に、内部交流の具体的な、提案についてです。一つ目に、千葉大学生同士の交流として、系統に2つのブックツリーがあるということで、このブックツリーを利用したものを考えてみました。ブックツリーには本棚以外の空きスペースの部分があり、こちらの利用方法はまだ決まっていないということでしたので、
ここを使って面白いことができたらなと思います。まず一つ目に、学部学科ごとの展示資料をグッとしています。こちらには、普段学部生同士はあまり交流がなく、お互いがどんな研究をしているかということは知り得ない、機会が少ないと思いましたので、私たちの学部はこんな面白い研究をやっているよというような、アピールをできる場を、資料やその本などを置くことで、利用したいと思います。2つ目に、空きスペースの部分には、部活やサークルの試合がいつどこでやるなどの、お知らせを掲示して、こんなサークルがあるのかこんな部活があるのかというようなところでも、お互いにアピールし合ったらいいなと思います。こちらには、写真や、大きなモニターをつけて、試合の様子や発表会の様子を流すなど映像も流すと、より面白いのではないかなと思います。で最後に、学生が面白かった本や参考になった資料などを、図書館に関係する、情報を、ツイッターに、一人一人がつぶやいてそのつぶやきを、リアルタイムで大きなモニターに流すということを提案したいと思います。これによってそのお互いにどういう研究でどういう本を読んでいるのか、面白かった本というのには研究以外にも本当に、普通の趣味として読んでいる読書なども含めて、してはいけないしたらいいのではないかなと思います。はい、次に、外部交流の方です。こちらはプレゼンテーションスペース、1階の正面玄関のすぐのところにあるプレゼンテーションスペースを使いたいと思います。こちらでは、ゼミのプレゼンテーションや研究発表会を他大学に向けて公開、またもう一つに、他大学、海外を含めた他大学との中継討論会というのを提案したいと思います。これに使うのがスカイプです。スカイプは映像での交流もできると思いますので、プレゼンテーションスペースにある大きなスクリーンを用いて、顔を見合いながら中堅討論会、さまざまな、事柄についてディベートを行えたら、他大学との交流も深まるのではないかなと思いました。はい、これで以上で私の発表を終わります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは質問があればお願いします。プレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございます。元千葉大学の附属図書館のものなんですけれども、すみません、外部との交流の中で、その中継討論会との相手探しはどういうふうなことをイメージ、具体的にイメージされてますか？そうですね。それに関しては、そうですね、海外はやっぱり、探すのが難しいと思うので、まず国内同士での、国立大学同士、でもその中堅討論会がまず行えたらいいなと思うのと、そうですね、海外はそれはまた、中堅討論会が始まったら皆さんから意見をいただきたいと思っております。すいません、お願いします。すいません、もっと意地悪いところに聞きます。海外含めた中堅討論会の時何がありますか？はい、英語だと考えていますが、そうですね、国によっては英語以外のことも考えなきゃいけないので、まあそれは後々ということで、はい、すいません。はい、以上でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではですね、第8つ目のグループに行きたいと思います。はい、じゃん。それでは、発表を始めたいと思います。私たちのグループは、情報サービス研修を受講しています。本日発表を行います。教育学部4年の鎌貝拓也と申します。よろしくお願いいたします。それでは、発表に入りたいと思います。私たちのメインコンセプトということで、今回考えたのは、図書館へ行くためだけに大学へ行きたいと学生が思えるような場所を作る。これが私たちのグループでまとまったメインコンセプトです。では、そのためにアカデミックリンクセンターでは何をすべきなのか
というので、具体的に3つのアイデアが出たのでご紹介したいと思います。まず1つ目、資料館博物館になるなんですが、これはまず一番アカデミックリンクセンターで一番目立つガラス張りの建物、これをうまく利用できないだろうかという発想から、外からも見えるのだから展示を積極的に行うべきではないかという意見になりました。で、例えばということで、さまざまな学部、千葉大学は総合大学というのは先ほどのこれまでのグループの方の発表でもあったのですが、その学部が持っている蔵書ですとかさまざまな資料を展示する、で図書館ではなく大学における知の集合体となる。で、これがきっかけとなって学部間交流が学部間交流を進めていくべきじゃないかというのが具体的に出ました。で、2つ目なんですが、一言カードを導入する、これが2つ目とアイデアとして出ました。で、これは職員とその大学図書館の職員の方々と学生との関係を濃くすればもっと図書館に来やすくなるのではという発想から、図書館に一言カードを導入すべきというアイデアになりました。で、例えばその今一言カードという名称なんですが、実はこれは政教の方で導入されていまして、本当に例えばあの商品を置いてほしいとか、こういうサービスでやってほしいというような具体的な要望を集めるだけではなく、本当にたわいもない会話がこの一言カードで繰り広げられています。有名な話だと聖教の白石さんという本があるのはご存知の方もいると思うのですが、そういう聖教の一言カードのシステムを図書館でも導入することで、職員の方々と学生との交流がより図られる、そして職員の方々が身近な存在になることでもっと学生が来やすくなるのではないかという発想になりました。最後3つ目なんですが、今回の私たちのグループのメインのアイデアとして、本の読めるカフェをアカデミックリンクセンターの中に設置する、これがアイデアとして出ました。これは喫茶店のようなスペースがあればもっと来館者が増えるのではないかということで、図書館の中に飲食可能なカフェを設置すべき。で、具体的には北米の大学なんですが、ライブラリーカフェというのはありまして、図書館の中にカフェがあることは決して珍しいことではありません。で、他の国立大学の例で言いますと、筑波、名古屋ではスターバックスのお店が実際に図書館の中に入っております。で、金沢大学ですと本和カフェということで、その大学の中にカフェが、大学図書館の中にカフェが、お茶の水女子大ですとキャリアカフェ、そのキャリア教育の拠点としてのカフェで、図書館ラウンジという別のそういうカフェもありまして、決して大学図書館の中にカフェがあることは珍しいことではありません。これを千葉大学のアカデミックリンクセンターの中にも設置すべきではないかというのが出ました。で、その他の提案アイデアとしまして、さまざまなものが出ました。例えばブックツリーの蔵書をもっと工夫してほしいですとか、そのこれまでのグループの方の発表で出ましたプレゼンスペース、ここでサークルの発表をしたらどうか、大学祭の期間中なんですが、今まで図書館は休館になっていたんですが、これを開放して一般の方向けのイベントを行う。で、ポイントカードのように来館したり本を貸し出ししたり、そのイベントに参加することでポイントを集めることができる、そういう制度を導入したらどうか。あとはカラー印刷、大判印刷、今はその千葉大学の中ですとそのメディア基盤センターだけなんですが、このこういうスペースを図書館の中にも導入したらどうか。あと BGM、 今は図書館の中には基本的に音楽はないのですが、その BGM を導入するべきではないか。で、あと駐輪スペース、無料ロッカー設置ですとか自動販売機の設置、本当にさまざまなアイデアが出ました。以上で私たちの発表を終わります。最後までご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。質問とあればお願いします。はい、どうぞ。質問です。すいません、このグループに限らないんですけど、例えばこのグループだと、アカデミックリーグの国本と申します。カフェが図書館の中にあるだけで大学に来たくなるっていうこと、カフェは重要だってことなんですが、図書館の中にカフェがあったり飲食ができると何がそれほど違うのかというか、
何がそんなに魅力なのか、例えば他の場所じゃなくて図書館の中にカフェがあるっていうことにどのぐらいその意味があるかっていうのをちょっと伺いたいんですが、何が違いますか？まずそうですね、図書館イコール本を読む場所ですとか勉強する場所っていうイメージがあると思うんですが、カフェがあるということでそのイメージをまず大きく変えることができると考えています。で、そのカフェで本を読む、その本を読む中でそのカフェ本を通じて話ができるですとか、それがきっかけ作りになって図書館ににぎわいが生まれるのではないかと考えています。ちょっと言われると、それはカフェとか飲み物とか食べ物がないと会話は弾まない感じですか？それはあくまでもそのきっかけ作りとして考えています。そのカフェに行くことがその図書館に行くきっかけになってっていう感じですね。はい、わかりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか？はい、じゃあどうもありがとうございました。それでは、最後のグループになりますけれども、表彰をお願いします。表彰が、じゃあ発表を始めていきたいと思います。私は文学部日本文化学科の2年生の小島と申します。私たちのテーマは動くブックツリー、視点を動かす、映像を動かす、人を動かすというテーマで考えました。他のグループの方は結構図書館全体で、テーマを決めて、アイデアを出していたんですけれども、私たちは付属図書館の弁当にあるブックツリーというのがすごい存在感を持っていて、それをに焦点を当てて提案をしていきたいと思います。でそのすごい存在感を持っているブックツリーなんですけれども、その幹となっているブックツリーをあえて動かしてみようというコンセプトで考えてみました。具体的なイメージとしては知識の樹形図というのを考えました。まずブックツリーの最上段に大きな画面を置き、そこでニュースや最近話題になっていることに関連する映像を流します。ここで取り上げている例は震災というテーマを例に挙げています。でそこで流す映像は学生がニュースとかでもいいんですけども、作ってもいいと思いますし、また外部から募集をかけて流しても面白いと思います。次にその流れている映像またはそれに関連するキーワードを挙げ、それについての本を一つ下のブックツリーは棚が段々になっていると思うんですけれども、その画面が置いてある棚の下の段に、関連するキーワードの本を置きます。ここでは震災というテーマから原発について、災害時の対応法、被災地についてというキーワードを挙げました。そしてその本に関連するテーマをさらに上げて、そのさらに一つ下の棚に本を置いていきます。ここでは原発についてというキーワードから電力の仕組み、健康被害というキーワードを挙げます。そして電力の仕組みから環境問題というキーワードを挙げました。このように徐々に樹形図を作り上げていくというわけです。この場合の樹形図とは理論上で作るだけでなく、ブックツリーの側面がすごい広く大きくなっていると思うんですけれども、その側面を大きく使って実際に樹形図を作っていきます。どのようなキーワードを挙げるのか、またはどのような本を置くのかについても、募集をかけたりとかして広く取り上げていけたらいいと思います。もちろん置くものは本に限らないと思います。キーワードに関連する新聞や雑誌、あるいは棚は少し幅があると思うんですけども、そこに紙媒体以外の実物を置くこともできると思います。キーワードを上げていくときに、結果的に最初のテーマと全然関係がなくなっても構いません。ここでは、震災というテーマから、環境問題、農業、世界の政府、ネット社会、不動機というキーワードが上がっています。連想ゲームのように、いろいろな人が自分の関心のあること、情報をつなげていくため、自分では考えつかないようなことに触れて知識を得たり、他の人の関心を知ったりすることができます。
木が枝葉を伸ばすように、あるいは根を生やしていくように情報や知識が溢れていきます。この樹形図の構想では、まず映像を動かすことで人の視線を集めます。そしてそこから伸びている様々な情報へと視線が動きます。さらにその情報から興味関心が広がっていって、物事への視点が動きます。大きなブックツリーに沿って、物理的にも心情的にも人を動かしていくというのが私たちの考えたブックツリーの活用法です。以上で発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。素晴らしいですね。はい、質問があればお願いします。はい、どうぞ。すごい面白いアイデアだなと思ったんですけども、これは発表者の方にというよりも、こちらにいらしている図書館の方とかセンターの方に伺いたいんですけども、このアイデアが実現した時ってものすごい配下が大変になると思うんですけども、それについてどのように考えているかっていうのをお伺いたらと思います。はい、じゃあ私の時に答えますが、多分何も考えてませんっていうか、多分これをね、その物理全部で、すごい面倒くさくなりますから、数えられなくなってしまいました。たくさん面がありますけど、それで全部やったら多分収集つかなくなると思います。だけど、例えば一面だけこれやってみるっていうのは可能なんじゃないかという気がしますね。だから特定のテーマ決めて、で、それに関わるいろんなものを集めてきて、で、それにまあここにあるような、まあ、ある種のラベルがあって、で、その下にいろいろ本を置いてみる。まあ、その本がどこに置かれているかっていうのは、例えばブロックをオーバーで探さないといけないので、ちょっとそこの工夫はしなきゃいけないな、1分くらいなんだろうなという感じはしないではありません。はい、何かありませんか。どんなのがないでしょうか。はい、それどうもありがとうございました。じゃあ以上でですね、9件の発表は全部終わりということになりました。で、それではですね、その次は皆さんにそのぜひ投票というのをお願いをしたいと思いますが、皆さんのお手元にですね、投票用紙が、あると思うんですけれども、いいと思われるアイデア一つに丸をつけてくださいというふうに投票用紙が書いてあります。今からですね、投票箱があるわけではないので、皆さんのこの投票用紙を集めていきますので、いいともアイディアっていう欄のところにですね、丸をつけてください。よろしいでしょうか。丸をつけてください。で、うちのスタッフが、これから集めますが、ひょっとしたら一生懸命今考えてる人もいるかもしれませんね。なので、もうちょっとだけその時間を取りましょうか。あと2、3分。はい、それではですね、集計結果がまとまりましたで、ので発表したいと思います。普通なんかそれ映画の何とか賞の発表だと結構もったいぶっていろいろ言うんですけど、言わないことにしましょう。はい、まず第3位です。獲得票数は8票、グループの5番です。はい、5番の発表者は立ち上がってください。5番、小松さん、はい、はい、一言どうぞ。あ、もっとやったわ、ね、どうもありがとうございます。じゃあ、今大学院なのに発表させていただいてありがとうございました。大変面白かったです。またこういうのがあったら呼んでいただけたらありがたいです。以上です。はい、ありがとう。はい、それではですね、第2位の発表をしたいと思います。第2位は、得票数は9票です。皆さん、頭の中で対話が集まってますね。はい、グループは1番です。やったこと2個と。
か何かしら実現していただけるとありがたいです。はい、それでは、運命の第1位です。得票総数は12票です。グループの番号は8番です。まあ、1番だから前に行ってください。皆さんありがとうございました。まさか第1位がいただけると思ってなかったのですごく今驚いています。ぜひ竹内先生にはアイデアを実現していただきたいなと念を押しておきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんかもっと時間かかると思ったんですが、順調に行っちゃったんで時間が余ってるんでどうしようかなと思ってるんですけれども、最初お話をしたように、この長津さんのグループにいろいろ考えていただいて、で1位になったものは可能な限り実現をしたい。で1位になった8番のグループ、鎌ヶ谷君が作ってくれたところです。結構いろいろなネタがあって、なんかできそうなことあるんじゃないかな。で今回全体の、いかにもその教師らしいこと言ってしまいますが、全体の印象としては、やっぱり皆さん真面目ですよね。千葉大カラーもにじみと生きてますね。真面目っていう感じで、でやっぱりうさぎのあかりんっていうのは、私は個人的に一番気に入ってるんですが、実を言うと。でも、これやってるときは、僕のグループからもですね、動物を持ち込んでいいんですかっていう発言があったので、もっと動物ネタが出てくるのではないかというふうに思っていたんですけれども、結構最後の皆さん、すごく真面目な方向に行ってしまいました。で、さっきちょっと今日スタッフと、別の教員という話をしたんですが、ひょっとして一番不真面目なのは教員だったかもしれないというふうに思います。まあでも、とにかくですね、アベルクリックっていう場所ができて、で、今、アカデミックリンクを紹介するビデオを作ってるんですが、でその中で私が言ってることとして、要はあそこを使う主役は、紛れもなく学生さんであるということですね。場所をいかにその皆さんが楽しく使っていただけるか、まあ、4年生の方はもうじき卒業なりどうしてくれるっていうふうに思ってらっしゃるかもしれないですけども、一応3月16日には開けます。3月16日に開けますので、卒業式までの1週間は使っていただけるという形になっております。1週間使っていいからといって泊まり込んで24時間というわけにはならないですけれども、とにかくそのちょっとでも使っていっていただいて、千葉大にこんなものができた。でもちろんその3年生、4年生、3年生とか2年生、1年生の方は、まあ、卒業までかなり長い時間がありますから、といってもアカデミックリンクにいたいからだって卒業を延ばす必要はありませんけれども、どんどん使って、皆さんのいろんなアイデアを出して、でやっぱり一番希望としてはですね、あそこでやっぱり皆さんの感性を磨いていただくというのが一番重要だろうと思います。でそして、そこで新しい発見をしてですね、でそして、このアカデミックリンクというのは知識基盤社会において、で考える力を持ってそういった社会で生き延びていける人材を生み出すために作ったということが一応公式の発表 の目的になっていますので、そういうところで活躍をしてくれる人がどんどん出てきてくれるというふうに思っています。ちょっと早いんですが、もう無駄な話をして伸ばしてもしょうがないと思いますので、終わりにしたいと思います。で実はアカデミックリンクのセミナーというのは今年度8回やっていました。でそれで分かったことは、学生さん参加型にすると参加者が増えるということでした。で、まあ、たくさんの学生さんに来ていただいて、まあ、アカデミックリンクセミナーという形で、来年こういう形でやるかどうか分かりませんけれども、でもある種 の, まあ、セミナーというか、皆さんに何らかの形で集まっていただける場というのはアカデミックリンクの方で考えていきたいと。もちろん今回皆さんからいろんな提案を申し上げました。で場所としてはやっぱりアカデミックリンクで N 棟1階にできた、プレゼンテーションスペース、外から見られる、で、中に何やってるか見れる、で喋ってる人 もう非常に目立つ、で外を歩いてる人でも多分ちらっと見て、あ、なんかやってるパッと入れるという場ができますので、そこで、どんどん皆さんがいろんな発信をしてくれると、まあ、これは大変素晴らしいなというふうに思っています。
はい、じゃあ今日皆さんいろいろ考えていただいて発表していただいたので、大変に面白い会